お疲れ様でした。みんなの憧れの日の森しずく。ありがとうございます。ごめんなさい、なるべくお断りしたくないって思ってるんですが。そうだったんですね。それじゃあ次の収録もよろしくお願いします。最近目まぐるしいと思ってはいたけれど、スケジュールが埋まってしまうほどだったのね。少し前では考えられないことだったわ。これもきっとプロデューサーさんの。いけない、もうこんな時間、早くレッスン場に行かなくちゃ。遅くなってごめんなさい。しかもこのレッスンの後も音楽雑誌のインタビューでしょ。結構ハードだよね。そうね、でもお仕事があるのはありがたいことだから。でも、それは本当の私じゃ。まあ、雫の言いたいことはわかるよ。本当の自分と違うイメージが世間に認知されるって、なんかちょっと想像つかないし。でも、それは全部プロデューサーさんの台本やフォローしてくれるみんなのおかげよ。私一人だといつも失敗してしまうから。だから悩んでいるの、本当にこのままでいいのかって。私、続けられる自信がないわ。いつか素の自分が出てしまうと思うし。そんなの、プロデューサーは織り込み済みじゃない。だから私たちに協力してあげてって言ってきたわけだし。まあ正直、私も最初はどうかと思ったけど、雫が売れることでチアフルデイズのためになるなら意義はないかな。どんな形であれ露出が増えるのはいいことだしね。雫のついでに私たち3期のこともアピールできるし。みんなありがとう。その後もみんなが言ってくれていた通り、私が失敗しそうになったらいつも必ずみんなが助けてくれた。私はそれにとても安心したし、ありがたいと思って。でも同時にとても申し訳なかったから、自分だけで完璧に立ち回れるように頑張ってみたんだけど、どうしてもうまくいかなくて。みんなにはずっと私のフォローをさせてしまっていた。それなのに私の仕事だけはどんどん増えていって、ついにセンターまで担うことになって。その後くらいから
みんなの態度が少しずつ変わり始めたの。遅れてごめんなさい。撮影の仕事が押してしまって。今日の収録、台本にない流れになってしまったから、どう話していいかわからなくて。いつもフォローしてくれて、本当にありがとう。そして、決定的だったのは、本当にごめんなさい。生放送の撮影と重なってしまったみたいで、劇場公演を優先したかったのだけど、撮影日が分かった時にはもうキャスト変更もできなかったの。雫はそれでいいわけ？え？今私たちの中で一番ファンがいるのは雫だよね。次の劇場公演も雫を目当てに来てくれるお客さんがたくさんいる。そういうお客さんが当日劇場に来て雫がいないって分かったらどんな顔するか分かってる？もうチケットも払い戻せないんだよ。それでも劇場に立たなくて、立たないで別の仕事をしてていいと思ってるの？もちろんいいとは思ってないわ。でも それはもう撮影まで日もないから。私も諦めないでもっと早い段階でスタッフさんに相談してみればよかった。センターのこともずっと思っていたわ。指名された時から私じゃ力不足だって。だから本当は違う人にやってもらった方が。ふざけないでよ。あんたっていつもそうだよね。自分の頭で考えないで流されてばっか。あんたに与えられるのは誰かにとって死ぬほど欲しいチャンスなのに、それを自分のものにしようって気もまるでないし。アリサちゃん、だからセンターに向いてないっていうのも、みんなが言ってることにも全部同意。みんなあんたのキャラを守るためにいろいろやってるのに、注目されて評価されるのはあんたばっかりだしね。それは分かって…分かってないでしょ！パックダンサー扱いされてる私たちのことなんて。それでもファンの望むステージができるならってずっと我慢してきた。それなのに。だから私は、私たちの気持ちを踏みにじって、一番大事な劇場公演に出ないあんたを、絶対に、許さないから。私の仕事が私の実力じゃなくて、みんなのおかげで与えられているものだっていうことは、
分かってるつもりだったわ。だからどんな仕事もチアフルデイズに還元できるように精一杯やろうってそう思ってたけれど、その後も。あら、私の衣装は。みんなとの関係はますます悪くなってしまったわ。きっと私が自分のことに手一杯で、みんなへのお返しが一つもできていなかったからね。それに、あんたに与えられるのは誰かにとって死ぬほど欲しいチャンスなのに、それを自分のものにしようって気もまるでないし。しずくちゃん、だから、アリサちゃんたちの言っていることも正しかったと思っているの。本当は、センターとして最後までやりきれずに、脱退って形でグループを去ってしまった私が、こんなことを言う資格はないんだけど、今回せっかくチアフルデイズのみんなと共演する機会をもらったから、一緒にいい番組を作れたらいいなって思ってるわ。あの時迷惑をかけた分、頑張らなくちゃ。難しいと思うけど、今回の収録でお互いのわだかまりが解消されるといいわね。そうね。私はチアフルデイズのみんなもしずくちゃんも間違っていないと思うわ。すれ違った結果、全員でしずくちゃん一人に強く当たったこと自体は褒められたことではないと思うけど、でもみんなアイドルであるために必死だったんだものね。本当にそうだと思うわ。今回の番組収録でしずくちゃんが抱いている気持ちもチアフルデイズのみんなに伝わるといいわね。めーちゃん、そうなったらとっても嬉しいわ。それじゃあ、しずくの話も聞かせてもらったところで、本番に向けて回答の練習始めましょうか。そうだね。じゃあ私が MC 役やるよ。ズバリ皆さんの好きな食べ物は何でしょうか。今のしずくの話聞いて一番に出てくる質問がそれ。みのりは回答役をやった方がいいかもね。私は絶対聞かれると思うけどな。